イベント決定。あ、1月25日セレナっていう場所で、セレナ新しい会場です。詳細は下に概要欄で貼っておきます。はい、チェックしてみてください。チェケラチェケラ。一番サイコパスな男を分かっているのは誰だ。正義王。ということでやってまいりました。はい、はいはい、やってきた。いろんな YouTuber さんやってますよ。ああ、なんかそのメンバーのね、一番分かってるの誰だみたいな。まあね、そのね、パロディ企画として、はいはいはい、僕たちもやりたいなと。一番変わってるやつ誰やって言ったらあいつやろ。あの人は70人格です。ただね、ここはもう10年来の付き合いですよ。あー、そうだね。うんこのデカさまで知ってもらう。今日は事前に、大輝と正義でね、取ってきてもらってるんで。おー、うわ、マジ。もう答えが出てるんですよ。あー、なるほど。やっていきましょう。やっていきましょう。第一問。はい、はい、はい、これマジ当てたいね。正義の好きな食べ物は。あれ、あ、こんなんいいんすか。王道やな。正義の好きな食べ物、いつも今って一緒に、え、のりさんがこれ一緒に食いに行ってるもん。超こってりラーメン。あー、まあめっちゃ好きよね。どっちか。ターボさん、ペペロンチーノ。あー、いや、好きやわ。もうめっちゃ食うやん。コンビニといえば食ってるけど、まあひにくれてると思うんですよね、彼はね。地上35階で食べるチーズフォンデュ。なんやそれ。いや、もうひねくれすぎやろ。ひねくれすぎや、そんな食ってなかった。最近なんか高いのが好きじゃん。高いのが好きってないの。正解の方ご覧になってください。腹正義の好きな食べ物は。なんで音腹立つな。お正月っぽいビジュアル。めっちゃ考えてるやん。今はない。うわー、マジかー。ない今。分かるわけ。おい、おい、分かるか。分かるわけないやん。無理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 。やっと。いいな、おもろいぞ。正解は、今はないでした。うわー、いや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 、やばいだろ。これ1問目で大体わかりました。傾向わかったね。傾向わかりました。第2問目いきますよ。よっしゃー。正義のコンプレックスは。あー、コンプレックス、これは当たりますよ。コンプレックスか。のりさん自信があると。俺自信ありますね、これは。なるほどですね。いつも入ってるもん、風呂一緒に。俺ウォルトに勝てない。あー、あーでしょ。あー、今それの。なるほど。鼻くそをつけてもメンバーが反応してくれない。どんなコンプレックス。コンプレックス、それもない。俺コンプレックスとかねえし。あー、カイトのご覧ください。コンプレックス、太ってきた。普通。いや、もうなんでなんで急に普通なこと。高2女子みたいな。第3問、正義が今年一番腹が立ったこと。出た。一番腹が立ったこと。のりさんから回答どうぞ。恭平3度のパスポート忘れ。あ、俺もパスポートなくし。パスポートなくし。あれ、俺やばい。香港ディズニーも行けなかったからね、お前はね。回答の方どうぞ。よし。恭平が誰でも分かるような嘘をつくこと。あー、惜しい。うわー、3人とももう恭平だと思う。恭平だけど、もう恭平だ、思ってるお前。相当やべえからな、お前。じゃあ第4問、正義の一番好きなギャグは。マジさ、もう、俺も一緒なんだよ。マジで。ギャグ知らん。そっか、このパターン忘れた。ここに来て忘れた頃にやってくる。サイコパスっていうこと忘れてたわ。第5問、正義が寝る前に必ずすることは。あー、でもこれ、俺は当たるとしたら、これはでもこれでしょ。のりさんからいきますか。はい、徘徊。自信じゃねえか。徘徊してるよ、あの。してねえわ。たまにしてるな。俺だって朝起きたら、なんか目の前になんかギター持った正義なんか、一回こんなんあったもん。デッドバイデイライトの実況動画。あー、まあまあ似たような感じで、ゆうちまさり。解答の方どうぞ。ゲームの動画を見る。うわー、すげー。やったー。うわ、当たった。これは嬉しいわ。 YouTube 浅いよ、ちょっと白いね。ちゃんとゲームの動画見るだから。100点でしょ、これ。よし、タモの世界1位だ。マジか、これは嬉しい。ここから折り返しですからね。折り返し。よし、これこっから巻き返そう、マジで。巻き返そう。第6問、正義の最近の口癖は。いや、俺はもうひねくれシリーズですよ。お、もうないとか。うるせえ。大輝に対してこの質問なんだろう。あー、なるほど。ゴッド。俺もちょっとひねくれシリーズですね。これね、あえてこっち来るんじゃないかな。撃ち殺すよ。あー、そっちか。もうやからやんけ。視聴者、答えの方どうぞ。はい。口癖、バチントン DC。あー、こっちか。誰が分
かんねん。第7問、正義がこの世で一人になりました。うん、何をしますか。全裸で走り回る。まともじゃないのこいつ。彼は寂しがり屋なんですよ。ああで、一人になったこともほぼない。だからやっぱこの回答結構、おわすごいなと思って、うん、俺もあの、四六時中踊るっていう。もうなったことないから、もうわけわからんくなって四六時踊ったよ。ぶっ飛びとか足りないわ。あ、そう、世界に一人だけでしょ。はい、じゃあその新世界の神になる。ないと思う。ない。まあ、答えわからない。それではどうぞ。なんとかして二人目を作る。二人目を作る。二人目を作る。あー、うわー、何それ。あー、なるほど。あー、深いなんか。寂しがり屋だな。やっぱ寂しがり屋出てる。そういうことか。なんとかして二人目作る。いないの。第8問、デルン。正義が子供の頃なりたかったものは。ああ、これは、普通に俺わかるの。やっぱりね、あの人はもう子供の頃からやっぱ考えがぶっ飛んでるんですよ、はい、人とは違うことをしたいということで、支配者アホやから。やっぱり子供の頃なんで。そうだ、アホだ。まあ1年前とかも言ってた。クレープ屋。クレープ屋子供の頃クレープ屋になりたかったんだよって結構言ってる。小3女子や。これも俺聞いたらしいんだよ、実は、はい、1億円風呂に入る。何それ。そう、1億円もさ、実は中学校の時。中学校の時それ言うてた。そう、だから多分どうせこれはやっぱ頭おかしいぞ。答えは、それではどうぞ。仮面ライダーかクレープ屋さん。クレープ屋さん。うわー、イエーイ。ほら、正解だ。ほら、すごい、すごいでしょこれ。ほら、まあ俺も正解ということでね。答え普通かよ。なんで？やばい。マジ言ってる。マジ？マジ？な、大気何もしないでしょ。面白くない？怖い。ちょっと早くつけよう。何つけて？つけてちょっと待って。やばくないこれ。電気切るとかあった今まで。おーい、切り替えていきましょう。いや、ちょっと若干喜んでて、もうえって、そういうの。次の問題いきます。正義の座右の銘は。おお、自分のことを認めてくれる人を幸せにする。まあ、それではないです。ない、ない、違います。違う。ないです、ない。いや、ないはね、絶対ある。なんか、でも後半になってきて、疲れてきてる。あー、なるほど、ありそう。でもホスピタリティマネジメント。あー、まあどこでも。これでしょ。言ってたもんな。これか、人を楽しませる、どっちか。答えの方どうぞ。これは正解じゃないの。ないな。マジで、マジで。これすごない。ただ、多分続きがあると思います。あら、続きあるの。まあ、よく思うのは、まあ、自分が幸せなのは当たり前で、あとは自分と出会った人をどれだけ幸せにするかです。うわー、前回。うわー、なるほど。ちょっと狭すぎたかな。だから恭平が一番惜しかったね。 0.5 点。恭平 0.5 点だ。あ、0.5。これ当てたかったな。これは当てなきゃダメだったな。これはじゃあみんな当ててください。これ当てたら1億ポイントでしょ。あ、これ当てたらじゃあ58兆ガチャ。ガチャ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 。 OKOKOK。 正義の今後の野望は。お、うわー、やぼうね。世界で一番偉くなる。偉くなるはね、言わないと思います。言わない。ディズニーと仕事をする。おお、俺らね、シュガーラッシュ見た後で、ヒカキンさんが最近声出しよ。すごい感動した。確かに。だからもうやっぱこれやりたい。そうなんです。だからディズニーが多いんです。ディズニーに負けないテーマパークと映画を作る。あ、まあ、わきゃあ、映画作ったりとかね。そんな話はしてたね。これ当てたいね。ああ、まあ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 、そうです。じゃあ最後の感想をご覧になりますかね。めっちゃあるけど、今んとこ一番でかい野望はマーベルみたいな。お、 3D アニメーションのキャラでシリーズ作って、テーマパークを作る。これはどうよ。これそうですね、ノリさんがマーベルの、まあ、3D 映画だと思うんで、シリーズ化のね、多分なんかテレビ映画だよ、ね、だから半分ぐらい上げてもいいと思うけどね。半分ということは2ポイント2ポイントなの。あれ1兆何億の半分じゃない。あれ俺からしたら4ポイント。いや、まあ審判が全て。おい、2ポイント2点だね。ノリさん2点、タオさん2点、行平さん 0.5 ですね。おい、俺とノリが同率1位。同率1位ですが、正解した回数タオさんは上ということで。
今回の正義王はタオルに決定。すげえ。いやー、いやまあこれは乾杯ですわ。いやーもう。全然わかんない。全然わかんない。ただね、くっそ面白い。めっちゃ面白い。やっぱいろんな人バージョン。そう、これいろんな人やりたいわ。正義サイコパスだなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。好きになってし